鎌倉の夕日です。今目ね、こちら江ノ島見えますよね。西日がこっちになるんですよね。鎌倉紀行というかですね、鎌倉は鎌倉時代からいろいろな、由緒があってですね、史跡も多いんで、鎌倉だけっていうのも巡れるんですけども、今回はですね、その武田家に関しての史跡を追ってきて、天行院、武田勝頼公が滅亡した、それからその残りの姫ですよね、松姫に連れられた姫たち、4人それぞれ、松姫含めて4人、それぞれの人生があったんですけども、どうなんでしょう、皆さん、ね、やっぱり江戸時代っていう大きな太平のようになって救われたっていう部分もあるとは思うんですよね。かなりいろいろな人生はあると思うんですけど、やはり武将の娘ということですね。悲運にも亡くなった方も結構多いですし、なんとか生き延びてですね、たまたま武田家に関してはですね、江戸時代を通しても、徳川家からはですね、優遇されてたって言って変ですけども、結構見し出されたりしてですね、何の、功もないのにですね、子孫だということだけで、例えば土屋氏の息子とかね、政権寺でたまたまお茶出してたら息子だって分かって、召し抱えたとかそんな話も本当かどうか分かんないですけどね、それから大名になったわけですからね、すごいですよね。お茶出ししてて大名に取り立てられると。だから江戸時代の、女性も含めてですね、徳川家康という方が、武田家に関しては、非常に名門、他の名門の方も優遇してたんですけど、特に武田家は織田方についたとは言ってもですね、あえて滅ぼしてと、ちょっと罪滅ぼしじゃないですけどあるのかもしれませんよね。多くの方が織田徳川の、連合軍で、長篠の戦いでもかなりの人が死んでますし、天目山の戦いでもかなりの人が死んでますから、そんな中でですね、松姫と3人の姫たちが生き延びてですね、それぞれ待遇というか、お家も違ったんですけども、勝頼公の定姫はですね、特に宮原家ですので名門中の名門の足利に嫁けたと、実際宮原家なんですけど、そちらのお墓も写真載せてますけども、いずれにしてもですね、敗れた、方にもですね、そう言って、いいことっていうか、そういうこともあったということでですね、この武田、松姫紀行は終わりにしたいと思います。はい、以上です。